清水さんと清水さんと話合う合わないっていうのがねあの人に関してはちょっとレベルが低すぎてきついですね勉強してないから見てないのが分かるしね試合そうだからそれぞれの考え方あるからみたいなそういう次元の話じゃないんですよね俺、うん、全然笑いしてない <laughs> <laughs> あれ普通に <laughs> あれなんかさらっとすごい言,言ったな。<laughs> そうそう、でもまあそれはまあね、みんな気づいてるからな、もうコメント欄とか見ても。だって三笘伊藤だと斜め抜けれて、久保だと抜けれないって言って、あ、この人ラリーが見てないんだな、みたいな。なんならただ斜め抜けるみたいなやつで言ったらね、数日長ってうんぬんで言うと、久保抜けてるし、その後ね、三笘が抜けて得点を取ってたけどね。 そうで僕だけがそうなそうですけどね、なんか組織がないから自由にできるみたいにって、小沢さんにそれはないってびしって言われてましたからね。で、それがさ、なんかああいう感じのさ、ちゃんと指揮者みたいなポジションで呼ばれてる人がさ、もうなんかこの人きついなってみんなに言われちゃってんじゃん。ほんと本人が考えた方がいいですよね、あれ。だって前最初に僕と一緒に出た時も、育休で試合見れてません言ってましたからね。あ、そういう人普通に出れちゃうんだ、みたいなね。 そうだから、あれが合う合わないとか見られてるのが嫌ですね。例えば僕と小沢さんとかがなんか議論してとか、僕と木崎さんが議論してとか、そういうので合う合わないって言われるなら分かるんですよ。じゃなくて単純にさ、うん、なんかこう、一緒にサッカーとか、まあ、例えですよ、サッカーやってて、めっちゃトラップミスる子とかさ、めっちゃ走れない子とかがいてさ、それでさ、このチームの戦術にあの子合わないねって言ってあげる感じ。 いや、戦術うんぬんじゃなくないっていう。けど、これ聞かれてても全然いいですよちょっと本当、別に僕が清水さんに好かれる、嫌われるはどうでもいいですよ。嫌われてもいいし、別に。ただ、ちゃんと仕事してほしいっていう。だけど、あの、だからってやめてほしくはない。なんでかっていうと、あの人があの感じでふわふわしてくれると、あの、僕がすげえ有能に見えるんで。<laughs> こんな無能な僕でも。うん あそこにしっかりした人いるよりは、あのぐらいの人がいると、あレオザフットボールってちゃんとしてんだな、みたいな。てかるから。そうだから、みんなで応援していきましょう。いいでしょ、これ、今、多分あれですね。これ、こういうのを使うか分かんないけど、多分あのプロデューサーさんは喜んでるかもしれないですね。ブレイキングダウンみたいなね。うん、そうそう清水、清水さんを通して松木さんに反論できる。 松木さんと清水さんも同じ意見だけど、松木さんだとかわいそうだなっていうのがね、清水さんだと。だってあの人はちゃんとする方の役割で呼ばれてんだからさ。松木さんとかさ、そう手越くんの方がちゃんと見てるじゃんみたいなね。ちゃんとアーノルドのところを見てたりとかさ。そう、ラリーがちゃんと見てるのみたいなのがあるじゃん。松木さん、勉強させてもらいますた、ンクでしょうん、だからそういうね、その、あれがね、居酒屋おじさんとして出てきてるのは僕も何も言わないですけどね。 手持ちさんあの人、攻撃に振り切った選手って言ってました。そうそうそう。清水さんと空気悪くありません。なります。な <laughs> ります。<laughs> うん、なるよ、しっかり。うん、なるけど、なんかね、うん、言っちゃう時ありますよね。バカだから。<laughs> 監督だから気をつけるって言うで、監督だから言うんですよ。あの、だから、全部に対して言う、 いいいいいって言っててて言るやつのないいなんん信用できないんですよ悪いのはっきり言う悪いって言うからいいものをいいって言った時にそこに価値が出るって昔大河君が言ってくれてましたよね僕結構なんでしょうねなんかあのほっとくこともできるんだけど真面目に仕事やってる分許せないみたいな時は出てきちゃうんですよね。でこっちはさ論理的にこうソースを出してくれて話したわけですよこの間の試合でこうだったかこうとか。 でもトップダウンがダメって言うんだったら、あれ、岡田さんがあれしたのはどうなんすかって言ったら、知らないですとかさ。俺、この人と議論しなきゃいけないんだってなっちゃうから。でも、それがありがたいのが、テレビとかと違ってみんながちゃんと見ててくれるから、この人おかしいよねっていうのはちゃんと可視化されて気づいてくれるっていう。だから別にあれですよ。普通になんか、人として清水さんがやったらそういう話じゃないですよ。ご覧なら清水さんが書いてた本読んだことは読んでましたからね。感染力上げる本とか。だからこそちゃんとしててほしいみたいなね。 だからちょっと、まあ、その辺がね、まあ、本気な分で、ね、ちょっと抑えられない時ありますよね。まあ、かといってね、なんかそういう、ね、VS みたいにされたら絶対嫌ですけど、格が違うから、<laughs> こっちは数字持ってるし、<laughs> 理論持ってるし、数字持ってるし、チーム持ってるし。そう、だからただ、チャットで出てきて、目入っちゃったから喋ったって感じだね。うん だから、ちゃんとしてない人と並ばされるのが嫌っていう気持ちと、ちゃんとしてない人と並んでるからこそ自分がちゃんとして見えるっていうプラスの方、両方あるっていう。まあ、これで終わりです。てよざ言うのだけど、政治力なさそうだな。<laughs> もうそんな、それあれ、やっぱ雪降ってるから外寒いなって言ってるのと一緒っすよ、それ。あるわけねえじゃん、こんなやつが。<laughs> 実力ねえやつと一緒に出すなとか言ってるやつが、政治力あるわけじゃこんなやつ使わないよ、普通。使わない方がいいよ。 だって政治力って外交じゃん。上行くためにさ、上行くために頑張れるやつが使ってる能力なんだからさ、外出たくねって言って。基本上行きたくねっていう話をしてんだからさ、こっちは。なんかね、そうなんだよね。あの、あれだから、サッカー界のエロ本って自分で言ったけど、うん。AV ゴールデンで流してくれって思わないじゃん。<laughs> その感じ。<laughs> AV だってそれを求めてないっていう。 それでも流したいんですっていう人がいてくれたら、それは、ねえ、あなたがそんな言ってくれるなら流れに行きますけどって感じで。AV としてお前そんなんだからゴールデンで流せねえんだよって言われても、いや、それとこっちだって流されるつもりねえよっていう。流せないけど本質的に絶対欲しいものになりたいですからね。だってさ、あんいらねえ番組っていうか別に見なくていい番組って男のとっていっぱいあるじゃん。あれもあれもあれも見なくていいし。 別にずっとテレビに流れなくてもいいなって思うけど、AV 見れなくなったらきついじゃん、結構。そういうこと。<laughs> それで言いたい、ね。AV 内のきついでしょ。でもかといって AV テレビに出してほしいって思わないじゃん。そういう感じ。AV にゴールデンへの露出求めるみたいなことですかね、僕に政治力っていうのは。